はい、今回2023年10月中旬に入ってレクサスの最新納期の方が判明したんで、最新納期とですね、新型車の情報からまずは紹介していて、リコールの方は、まあ、7月上旬にですね NX のリコールが発表されて以来、特にリコール情報はなくて、サービスキャンペーンもですね降参開発なくて、で直近の改良情報としては7月27日ですね、 RX が 350H2.5L のハビットを追加、8月9月は特に改良の情報はなくて、10月に入ってですね10月4日に LS ですね、 LS の方が一部改良実施、発売自体は16日ですね発売をして、あと10月5日に RCF ですね、特約使用者を追加、25台限定みたいですけどね、エンスージアスト、エモーショナルツーリングを追加、まあそれぞれ25台限定での抽選販売ですね、するみたいで、両社とも1500万っていう情報ですね。で、まもなく開催されるジャパンモビリティショー2023、ジャパンモビリティショーっていうのは今までやった東京モーターショーって呼んでたんですけどね、今年からジャパンモビリティショーになったみたいで、2023が、まあ、過去最大規模みたいで、レクサスからはバッテリー EV コンセプトですね、バッテリー型 EV コンセプトが出展されるみたいで、新型 LBX とか LM も出展しないのか、まだそこら辺は判明しないですけどね、まあここに来てもまだ動画上げる方にもしかしたらもう判明している可能性もありますけどね、まあ GX は来年なんで分からなくてもいいですけどね、もう LM とか LEX はもう秋なんで、秋以降に発売って記載されてるんですね、秋以降ですね、そう考えたらもう価格の方、発売日の方確定してもおかしくないですけどね、発売日の方はまあおよそ分かってきてはいるんですけどね、価格の方はまだ判明しなくて、まあ、LM の方が1500万か2000万の間で、 LBX がまあ380万ぐらいから500万ぐらいの間に収まるんじゃないかという情報はありますけど、では続きまして2023年10月中旬のレクサスの最新納期、はい、では続きまして2023年10月中旬時点のレクサスの最新納期、各メーカー9月いっぱいまでは納期の方短縮傾向だったんですけどね、10月に入って再び納期の方延長してきて、レクサスはどうなのか、 SUV 車からで UX300E 2ヶ月半、 250H も2ヶ月半で、200も2ヶ月半なんで全パワーユニット2ヶ月半、 UX200 ガソリン車12月で生産終了して、まだオーダーかけるんですね、NX450H プラス2ヶ月半、350H が2ヶ月半か3ヶ月、350、250が1ヶ月半か2ヶ月、NX はどちらかというと納期の方短縮傾向で、RX450H プラス4ヶ月、350H が3ヶ月半か4ヶ月で、500H、350お問い合わせください。RX はまあ若干納期の方延長していて、 RZ450E お問い合わせください、 LX600 お問い合わせくださいっていうか、もうオーダーストップですね、ここら辺。来年700が発売予定という情報もありますけどね、まあ信憑性はまだ分からなくて、 RCF 3ヶ月半か4ヶ月標準車ですね、で RC300H 3ヶ月で、350、300、2ヶ月半か3ヶ月。LC500 コンバーチブル、3ヶ月半か4ヶ月。500H、3ヶ月か3ヶ月半で。500が3ヶ月半か4ヶ月半で。クーペはどちらかというと延期傾向ですね。IS300H、3ヶ月。
350、300が2ヶ月、3ヶ月で。で、500がお問い合わせください。で、ES300H、2ヶ月。で、LS500H が3ヶ月か3ヶ月半で、500が2ヶ月半か3ヶ月。LS は会場を挟んだこともあって、1ヶ月ぐらいですね、納期の方延長していて、まあ、ES は、納期の方短縮傾向で IS はまあ同じぐらいかちょっと延期してますね。はい、今回2023年10月中旬時点のレクサスの最新納期と新型車の情報について紹介しました。